こんにちは、チョメです。セレスティナのニューグループやっていきます。謎の訪問者、ダンブルドアと会うですね。ちょっと小声実況になっております。失礼します、校長先生。僕に話したいことがあるそうですけど。緊急の用事があるんじゃが、信用できる人にしか頼めないことなんじゃよ。君は今まで様々な秘密を抱えてきたから、自然と君が適任だと思ったんじゃ、ミスターゲームズ。どうすればいいですか？ホグワーツで最も名高い卒業生がもうすぐ学校を訪問しに来るんじゃよ。大事な用があってな。その人を駅まで迎えに行って学校へ連れてきてほしい。もちろん何の騒ぎも起こさず。今回の客人は名が通っておるから、その訪問について知りたがる人は大勢おるそうじゃが、客人には迷惑をかけず静かに滞在できるようにしたいんじゃ。わかりました。喜んでお手伝いします、校長先生。僕が迎えに行く人って誰ですか？有名みたいですけど。悪いが、それは客人が到着するまで秘密にしておくと約束したのじゃ。だからまだ誰かは教えられん。それだとわかんないじゃないか。そうですか。だがちょっとヒントを与えるぐらいはいいじゃろ。どっちにしても謎の客人が誰なのか気になるじゃろうからの。まあ私はね、タイトルでわかってますけど。1時間星ここで合格。ヒントを聞く。なんかログイン障害で右上エネルギー結構もらいました。お互いに顔も知らないのに、どうやって迎えに行けばいいんですか？客人はグリフィンドールじゃった。元ホグワーツ生ならホグワーツの秘密を。ダンブルドアの机は散らかっているな。マスコミが駅で彼女の到着を待っておるじゃろう。君には客人が安全に学校に到着できるように。これ最初タイトル見せない方が良かったかな。君には神話と言われたほどの才能じゃ。それは後で書くつもりなんじゃ。彼女はとても特別な客人なんじゃ。だから女の人ってことだね。一体誰だろう。この書類は一体何のために書いてあるんだろう。客人はグリーンドール。まあ、ループしたね。1時間星5個で合格なんだけど。お互いの顔も知らないのにどうやって迎えに行けばいいんですか。まあ確かにね。じゃあちょっとサクッと終わらしとこうかな。いいね、こうやって1時間星5個で合格。すぐ進む。しかも買えるチョコのボーナスのチャンスもある。まあ、今回は手に入らなかったけど、あ、右、血統も同時並行でやってるみたいですね。先生は彼女と言っていたので、その客人は女性みたいですね。おお、そんなことを言ったかな？あと、その人は神話だったとも言ってました。それからグリーンドールだとも。それに加えてマスコミが彼女の言動を追ってるなら、今でもかなり有名な人ってことになります。なんか頭いいな、チョメ。それは誰か分かったということなのかな？はい、学校を訪問しに来る特別な客人は？これはね、私、タイトルで知ってます。一番左なんですけど、わざと間違ってみるか。おそらく、ミリセント・バグノルドだと思います。この予想にはかなり自信があります。ミリセントは確かに素晴らしい魔女だが、それが正しい答えかどうかが分かるのは客人が到着してからじゃ。あ、外れちゃった。誰にも気づかれるように彼女に変装した状態で来てもらうように頼んでおいたんじゃ。綺麗なフェザーボアを巻いてくるからすぐに分かるじゃろう。僕が迎えに行くことは伝えてあるんですか？彼女にはうちの学校で最も才能のある生徒の一人が迎えに行くと伝えておる。まあ、ピンクの服着てるって言ってほしいな。彼女を見つけたらスリル満点な旅になりますといえば、わしの代理で迎えに来たことがわかるはずじゃ。わかりました。スリル満点な旅になりますですね。それなら簡単に覚えられます。それはよかった。じゃが迎えに行く前に助っ人となる人を見つけた方がいいじゃろう。ただしどの友達を助っ人にするかよく考えるんじゃ。君が信頼できてこのような機密性の高いことでも扱える人がいい。それならちょうどいい人がいます。これペギー誘っていいです。ペギーなら気が優しいし、いろいろ要領よくやってくれます。すごく信頼できるし、私恋人なんです、ペギーと。ああ、ミスヘイウッドならいい。きっと君の助けができると喜ぶじゃろう。助っ人になる友人を選んだところで、急いで迎えに行ってきてくれ。もうすぐ列車が到着するはずじゃ。わかりました。ペギーと話して、すぐにホグズミート駅に向かいます。客人のことは任せてください、校長先生。客人と会う、名のある客人を学校まで連れてきてほしい。ホグズミートに急いで迎えに行ってくれ。ホグズミート駅にやってきました。プラットフォームにもこんなにも人がいるなんて、そんなスペースはないわ。みんな帰って。みんな集まってるんだけど、しかもダンブルドア先生じゃない、これ、後ろ姿。違うか。列車は早く着いたに、それでも遅刻だ。
右の方にも行こう。ペギーが待ってくれてる。話しかけないで、取材に来たんだから。マスコミの力ってすごいですね。来てくれてありがとうペギー。君は信頼できる人だし、いつでも前向きな態度を崩さないから、君が一緒に客人を迎えてくれるのは助かるよ。有名な客人って言ったけど、特に有名な人は見当たらないわ。まあもっとちゃんと探せば見つかるかもしれないけど。ダンブルドアによると、僕たちが迎える客人はフェザーボアを巻いてるらしいよ。だからそれを目的に探せばいいはずだ。誰なのか早く知りたいわ。謎は好きだけど、何もわからないのはもどかしくて仕方ないの。有名な人なんだし、フェザーボアを見つけたらきっとはすぐにわかるよ。そういうのを巻いてる人はいるか？プラットフォームはすごく混んでるから、あんまり何も見えないわ。僕もだよ。すごい混みようだな。ああ、見ろ。リータスキーターだ。ダンブルドアの言った通りね、私たちが迎えに来た人はすごく有名なんだわ。ああいう人には見つからないように、こっそり客人を学校まで連れて行かないとな。リータに先を越されないように、早く見つけて駅を離れよう。3時間星5個で合格。人混みを探す。左上タップしたら84から88。なんかわかるようになりましたからね。本当にフェザーボアを言ったの？重要人物を探してるって顔をしてるわね。フェザーボアは見当たらないな。ここのどっかにいるはずなんだよ。重要人物を探してるって顔をしてるね。本当にフェザーボアって言ったの？列車で大騒ぎあったのよ。重要人物を探してるって顔をしてる。なんかループばっかり。あ、いろんな場所を探せるようになってるんだ。なるほどね。抜いてくれ。遅刻してるんだ。悪いけど、そういう人は見てないな。もうどっかに行っちゃったのかな？いや、これ人に聞いちゃダメだろう。バレちゃうよ。普通にフェザーボアとか聞き回ってたら。特にリータとかには絶対言っちゃいけないよな。もう一回変わるかな、シーンが。ラストですね。あ、もしかして、これは見つけたと思う。フェザーボアだ。あそこにいるわよ。なんかすごくわかりやすい特徴。あそこ、きっとあの人だ。有名なら顔もわかるはずだし。ちょっと変装してる感じなのかな。よし、じゃあどん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 タップして、最後はペギーさんかな。いや、チョメか。ちょうど88ぐらいで OK ですかね。右上見てたら分かるけど、あ、カエルチョコのボーナスもゲットできた。ツルツルの人もいるな。左いた。フェザーボアだ。顔を隠してるけど、ダンブルドアが言ってた客人に違いないよ。そうね、フェザーボアを巻いてる人は他にいないもの。ダミーとかじゃないよな。こんにちは、僕はチョメゲームズです。ダンブルドアにホグワーツまで案内するように言われてきました。え、ああ悪いけど人違いじゃない。私は友人を待ってるだけなの。あ、なんか言えって言ってたな。あら、人違いですって。ん、ちょっと待って。そういえば何か言わなきゃいけなかったんだ。大丈夫、ちゃんと思い出したから。さあ一緒に来てください。後悔はさせません。できなければ痛い目を見ますよ。スリル満点な旅になります。これ一番右なんだけど、ちょっと真ん中にしてみるか。出なければ痛い目を見ますよ。人違いよ。そんな口を聞かれるなんてびっくりだわ。大丈夫、ちゃんと思い出したから。さあ一緒に来てください。何回も試せるね。後悔はさせません。スリルのがどうのってフレーズじゃなかった。なんでペギーさん知ってるの？ちょっと話してたのかな。はい、あ、皆さん、わざと私間違えてますからね。スリル満点な旅になりますよ。ああ、迎えに来てくれありがとう。いや、何回も間違えてるから不審者と思ってくださいよ。ダンブルドアから聞いてるわ。え、その声には聞き覚えがあるわ。セレスティナ・ワーベック。う、嘘、ちょ、こ、言葉が出ないわ。そんなこと、こんなすごいことが私に起こるなんて。落ち着いて声を潜めてくれる？そう、私は。二人とも初めまして。さっきは混乱させるようなことを言ってごめんなさいね。でもあれくらい警戒する必要があったのよ。私がどうしてホグワーツを訪問するのか、その理由を知りたがってるレポーターがたくさんいるから。気にしないでください、ミス・ワーベック。必要なことだったって僕たちも理解できますから。僕たちもあんまり質問して困らせないように気をつけます。レポーターといえば、さっきリータ・スキーターがいるのを見ました。こうして会えたし、彼女に見つかる前に早くホグワーツに行きましょう。で、さっさと公共の場から離れた方がいいわ。人目のない場所に着いたら、あなたたちと話したいことがあるの。セレスティナと話す大事な話があるの。急いで会いに来て。なんと、廊下にやってきました。あれ、
肖像画の人、久しぶりだな。誰にも気づかれずにホグワーツまで連れてきてくれてありがとう。リータスキーターにバレなくてすごくほっとしたわ。なんか今後出てきそうだけど。もちろんです、ミス・ワーベック。フェニーが急にどっかに行ってしまってすみません。あなたと会ってびっくりしたんだと思います。いいのよ、チョメ。そういうのには慣れてるから。わあ、セレスティナ・ワーベック。本当にあなたなんですね。あなたに会えるなんて夢を見てる気分です。そう言ってくれて嬉しいわ。ありがとう、チョメ。誰にも騒がれずにここまで連れてきてくれたから。あなたを信用して話したいことがあるの。手を貸してくれないかしら？水面下でいろいろやらなきゃいけないことがあるんだけど。今回はすごく個人的な訪問だから、噂が広まらないようにしたいの。リータスキーターみたいな人が関わったら、何を広められるか分かったもんじゃないわ。もちろんです。秘密は誰にも漏らさないので、安心してください、ミス・ワーベック。よかった。ありがとう。それじゃあ、あなたにだけ今回の訪問の理由を話すわ。あなたが協力してくれたら、うまくいくかもしれない。セレスティナの秘密を知る3時間星3個で合格、まあ、カエルチョコの件もあるから全部やっておこうかな。インフレーションが湧いてくるのを待ってるんだけど、しばらく何もないの。あなたの歌はいつも聴いてみます、ミス・ワーベック。特にクリスマスの時期は。あの肖像が僕たちをじっと見てるのかな。見てますね。学生の頃ここに立ってこの肖像画に歌ってたわ。あの肖像が僕たちをじっと見てるのかな。ここはループになったね。大丈夫です、ミス・ワーベック。僕は口が硬いですから。いや、嘘つくな。すごく軽いじゃないか。ホグワーツに戻って若い頃の自分を思い出せば、インスピレーションが湧くと思った。もう感情の突起が激しいの。幸せを感じたと思ったら、悲しみに明け暮れたりするのよ。わかる。それはよくわかるわ。私もよくあるわ。この学校はちっとも変わってないわね。あなたも僕みたいにこの廊下を歩いてたんですね。すごく変な感じだな。だから私たちで言うと、なんて言うんだろう、母校に帰って、なんか思い出に浸るみたいな感じなんだろうな。学校の風景を見て。はい、星5個、合格、ゲット。最近ちょっと自分自身を見失いかけてるの。例えて言うなら、バットを失ったビーターみたいなものかしら。音楽に関しては、いいアイデアが浮かぶ時もあれば、何も浮かばない時もあるけど、今回は浮かばない時間がいつもより長くて、そのせいで最近は感情の突起がちょっと激しいの。幸せを感じたと思ったら、悲しみに明け暮れたりっていうのを繰り返してるのよ。それじゃあ自分の原点となる場所に戻ることで、インスピレーションを得られるかもしれないって思ってるんですね。その通りよ。ホグワーツ大学中に歌手として自分に目覚めたから、あの時の気持ちをもう一度見つけられたなって思ってるのよ。インスピレーションを見つけるためにも、生徒と教員全員に特別コンサートを開きたいの。あなたのお友達にもぜひ、あの浮き足立ってた子、なんて名前だったかしら。フェニーです。そういう理由があるなら喜んで手伝ってくれますよ。よかったわ。でも実を言うと、コンサートに関しては今から心配なの。だからコンサートをうまく開けるようにあなたに手伝ってもらいたいのよ。どうしたらいいんですか、ミス・ワーベック。リータスキーターとその仲間は、ことあるごとに理由をつけて私の才能が枯れたって記事を書こうとするの。こんなところを見られたら、何もアイデアを浮かばないことを知られたりしたら、何を書かれるのか分かったもんじゃないわ。大丈夫です。あなたが訪問していることが誰にもバレないように全力を尽くしますから、ミス・ワーベック。ええ、でも秘密には対象がつきものよ。誰にもバレないように来たからって、いつもバッグについてくれてるバンシーを連れてこなかったの。連れてきたらすぐにリータに見つかってたもの。だからコンサートで一緒に歌ってくるバックシンガーがいないってこと。ハモリなしで歌わなきゃいけなくなるわ。それならホグワーツでバックシンガーを募集すればいいですよ。なるほどね。さすがダンブルドアに私の迎えを頼まれただけあるわ。ハモリはできて、グループで歌うのに慣れてる生徒を知ってるなら、ステージに上がってもらおうかしら。それならちょうどいいグループがいます。カエルの聖歌隊です。彼ならならきっといいハモリができると思います。それはいいアイデアだわ。カエルの聖歌隊が秘密を守れるならだけど、もちろん秘密は守ります。メンバーは半分以上がカエルですし。こうして話してるだけで随分気分が良くなったわ。あなたのおかげでコンサートをさらに良くするアイデアも浮かんだし。どんなアイデアですか、ミス・ワーベック。学生の頃、大好きな先生たちが私の才能を見せる場を与えてくれたの。今回のコンサートでも才能ある生徒をステージに上げて、同じようにソロを任せるといいんじゃないかって思ったのよ。ソロにぴったりで信頼できるお友達がいるなら、コンサートでスポットライトを浴びさせられるわよ。
多くの友達は全員が独特な才能を持ってますし、大半が信頼できる人なので、あなたの秘密を漏らしたりしないと思います。興味がありそうな人を選んで連絡してみますね。あと、他言しないように念を押しておきます。秘密のオーディションを開催しなきゃ。楽しみだわ。あなたのお友達の才能を見せてもらえれば、私はカエルの聖歌隊と一緒にステージに上がるソリストを選びやすくなるわ。そうですね。それじゃあ、極秘オーディションのために後で大広間に来るように言っておきます。誰を誘うんだろう。カエルの聖歌隊、オーディションを開催するこのディオキャプタン、ダンスを披露する準備が整ったよ。オーディションを始めよう。いや、意外な人だったな。僕の才能は誰かと一緒にやるタイプじゃないんだけど、私は見に来ただけよ。みんなが楽しそうにしてるのを見るのが好きなの。僕はオーディション来たんじゃないんじゃ。ナールはショーが大好きなんだよ。なんかジェイ・キム君とかもいる。急な呼びかけなのに集まってくれてありがとう。ここに来てもらったのは、僕と謎の客人に君たちの才能を披露してもらうためなんだ。このオーディションで選ばれた人は、一生で一度あるかないかのチャンスを勝ち取ることができるんだよ。詳しいことはあんまり何も話したくないって感じだな。選ばれたらどうなるのか、もう少し聞かせてもらいたいな。個人的には高く売れそうな新品とかもらえるといいなって思ってるんだけど、今の時点ではまだ詳しいことは何も話せないけど、一つだけ言えることがあるよ。オーディションで選ばれた人は、世界的に有名な人と一緒にステージに上がることができるんだ。今言えるのはそれだけだけど、詳しいことはもっと後になれば話せるようになるよ。とにかく限られた情報でも構わないなら、そろそろオーディションを始めよう。3時間星5個で合格、友達にオーディションを受けてもらう。これ全員適正じゃないだろ。だってダンスでしょ、服でしょ、そして絵でしょ。まあやっていくか。僕の友達はいろんな才能を持っていますが、どの人も歌には興味がなさそうですね。誰か一人ぐらいは歌うのが好きなんだよな。このコンサートのために新しいダンスを学ぼうかな。このディエゴキャプタン、音楽は好きだけど歌は苦手です。僕の友達はいろいろな才能を持ってる。アンドレも服作るのすごくうまいからね。ホグワーツ中どこを探してもこんな質のいい服は見つかりませんよ。ほつれてるようにしたいにはこのコンサートのために、じゃあちょっとタップして右の方に行きましょうか。多分バディアのところにも行けるようになると思うから。ほらちょっとずつ歩いてる。ジェイ・キム君、あ、ジェイ・キム君歌うのうまいのかな。歌ってるような気がするんだけど、じゃあちょっとエネルギー回復してくるか。仕上げをしているところなんです。もうすぐ終わりますよ。僕の友達はいろんな才能を持ってますが、その人も歌には興味がない。歌は遊びで歌うことがあるけど、私が本当に情熱を燃やすのは絵です。騒ぎが起こるところ、僕あり。それが僕の才能です。周りで何かが起こりそうなことは。僕は歌は苦手だけど、コンサートで T シャツを売るのは任せておいてください。なるほどね。歌じゃなくけど、売買品は任せてくださいみたいで来てるのか。じゃあちょっと星効果集めてみよう。こんな感じで。なんか楽しいね、こうやって進化あるのは。はい、カエルチョコのボーナスもゲットできました。まああなたのお友達はいろんな才能を持ってるのね。なんて幅広いのかしら。ただすごく才能があるのはわかるけど、歌に興味を持ってる人は一人もいないみたいね。え、これは歌のオーディションだったのか。それじゃあ僕はパスだな。歌は性に合わない。確かにね、秘密のオーディションだもんな。でもコンサートにはソリストが必要よ。先生たちが私にしてくれたみたいに、私も生徒をステージで披露したいの。才能があって発掘されるのを待ってる人を見つけなきゃ。ミミミミミ、誰だろう。今の聞こえた？なんて綺麗なバリトンなのかしら。あれは一体誰？わかりません。聞いたことのない声です。ヒッポグリフのように踊れる。まま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 、まま、崖から飛び立てる。まままま、ま、え、バーナビー、意外だった。ワーナビー？いや、ちょめ。あれ、邪魔しちゃったかな？いいえ、邪魔どころか、あなたにステージに上がってもらいたいの。深みがあって、堂々とした声を持っているわね。どうして他の人と一緒にオーディションに出てくれなかったの？ああ、これはただ楽しいからやってるだけで、僕は歌のことなんて何も知りませんよ。でも、とても綺麗に歌ってたわ。お願い、ソリストとして、私と一緒にステージに上がってちょうだい。いや、すごいぞ、ワーナビー。ここで歌っててよかったね。そもそもバーナビー知ってるのかな、ワーベックのこと。え、もしかしてセレスティナ・ワーベック。あ、知ってた。え、そうよ。あなたと一緒に歌えるならぜひお願いします。とは言ったけど僕は歌えないんです。
いや、さっきすごい上手に歌ってたよ、バーナビー。さっきのか？あれはナールに歌ってるだけで、大したもんじゃないよ。それじゃあ今度はナールとは言わずに、ホグワーツの全校生徒に歌ってあげて。自分で言うのもなんだけど、私と一緒に歌うチャンスなんてめったにないのよ。そうですね。だけど、ステージで歌うなんて今までやったことないし、いつも大勢の前で歌ってるあなたたちがあって、僕はナールに歌ったことしかないから。大丈夫、君ならできるよ、バーナビー。いや、一番右にしとくか。本当に見てみたいからな。君がステージで歌ってるところを僕も見たいよ、バーナビー。セレスティナ・ワーベックと一緒に歌えるなんて、こっちまでワクワクする。それならやるよ。お前とナールが楽しめるように頑張るからな、チョメ。よかった、やっぱりあなたに手助けを頼んだのは正解だったわ、チョメ。それじゃあオーディション来てくれた人にお礼を言わせて、どの人もすごい才能を見せてくれて楽しかったわ。コンサートを楽しみにしてて。無事にソリストを見つけられたから、バックバンドを集めてリハーサルを始めましょう。わかりました。カエルの聖火台にステージに上がってもらえるように、フィリトイック先生と話してきます。はい、これでね、パート1を完了しました。エネルギーがたっぷりあったので、一気に終わりました。次回ね、パート2やっていきます。フィリトイック先生と会おう。今、聖火台のメンバーを集めているんだ。後で話そう。次回報告。3時間待ちになりました。それと、今回の実績、5年目でした。5年目のここですね。セレスティーナのニューグループをやっていきました。